また、高級いちごが大量盗難、栃木。本日、栃木県警の真岡署が、賢町のビニールハウスから、高級いちごのスカイベリー135キロ、54万円相当が盗まれたと発表しました。この被害、昨日の午前9時ごろ、農家の方が盗難に気づき、また、午後10時40分ごろに再び犯人が、 侵入しようとした形跡があったため、警察に被害届を提出。スカイベリーを栽培しているハウスに被害が集中していた模様です。真岡署は、イチゴ守り隊を発足させ、対応を強化しておりましたが、このような犯罪を防ぐことはできませんでした。こういった警察のパトロール、四六時中、 貼り付けるわけではございませんので、ぜひとも日本政府や自治体には、農家の皆様がこれ以上被害に遭わないように、ビニールハウスなどを高い柵で囲んで、機械警備を導入する費用などを補助していただき、こういった被害について、まずは、 未然に防止できるように警備体制を強化し、さらにこのような犯罪行為について厳しく捜査を行い、徹底的に犯人を追及し、抑止力を強化していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。